はいどうも澤田信也です、えー、中野浦ですまあ、はい、今回も中野浦さんの方から持ってきた話題なんですけどもスマートフォンアプリゲームの話題ですねそうですね最近あんまゲームやってない気が してるんですけど。いや、ゲームやってない気がっていうか、あなたずっとスマホのゲームしかやってないじゃないですか。<laughs> そうですね。うん、<laughs> 僕がですね、あの、え置き本当と触ってないわ、最近ほんと。まあ、それもまた狭くて浅いゆえんですけどね。<laughs> まあ、ほんとそうなんですけど。 まあ、スマホゲームは本当、なんですかね。ほん、ちょっとした隙間とか電車の行き帰りとかでポチ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 やってるんで、うん、結構いろんなもん手は出してはいるんですけど、<お>あの、その中でもずーっとやり続けてる一本があってですね、まあ、それが何なのかというと、はい。あの、有名なアナと雪の女王の、うん。フリーフォールっていうゲームなんですよね。まあ、ちょいちょい目にはしましたけどね。 だゲーム出たのはおそらく、あのー、映画放送から、放送から映画公開からちょいしたぐらいだと思うんですよ、正直言うと。うん、僕がそもそもこれ知ったのは、うん、あのー、グダラジの、おみやさんがね、あのー、やってたんですよ。やってた。<で>なんかツイッターとかでもたまになんか、どこのこうの言ってましたよ。ああああああで、えっと、映画、まあ一緒に見に行った時に、うん、今これやってて、やっと終わったわ、みたいなこと言ってて、 で、面白いんですかって面白いよって言われたんで、えっと、やり出したんですよね。もうそれ聞いて、あそうなんや、とって。で、もともとあの、落ち物系パズルはまあ好きなんで、うん、あの、まあ、やってみよっかってうことで、えっと、やり出したら、まあゲームとしてはあれですね、えっと、3マッチあの、3つ以上、うん、えっと縦横どっちかで組み合わせると、うん、えー、そのと、 部分が崩れてっていうタイプで、うん、で、入れ替えですね。隣り合うやつを入れ替えるっていう、あの、パズラーみたいにずらしていくではなくて、うん、あの、一個これとこれ入れ替えて、3マッチができたところが崩れていくっていうので、はい、まあ連鎖が起きてとか、いう感じが、まあ基本ルールまあ昔からあるような感じの。で、それに、まああのー、 キャラクターがやっぱ、ちな、映画のキャラクターが出てくるんですよ。うん、で、プレイヤー側は、アナが出たりとか、うん、あのオラフが出たりとかして、で、これが、一応ステージが、その、物語と同じ、え流れになってまして、うん、で、最初あの、城のところの部分とかもうこ、子供のとこからあるのかな、うん、あの、アナと、えっと、エルザのが子供の頃からあって、その時は、プレイヤー側で、えっと、 アナ使うエルダイ使うみたいな感じで選べるんですよね、うんで。それぞれちょっと能力があって、あのー、要はなんか、えっ、ー、と、ゲージっていうか、そのストックされてる技を使って、一気になんか位で付けするとか、そういうことができるようになってるんですよ。うん、で、それをだからキャラクター選ぶと、そのキャラクターの特殊能力が違うので、あのー、うん、それがちょっと攻略になっていると。で 面白いのが、面白いっていうか、あの、話が進んでいった時に、そのキャラクターが使えなくなるんですよね。要は、エルサと別れると、うん、エルサは使えなくな,なってる状態になって、うん、で、代わりの他のその物語の時に一緒にいた状態のやつらは使えるようになると。うん、いう感じで、えー、っと、進んでいく感じです。で、基本的にはその3マッチで消していくんですけど、えー、っと、ルールがやっぱ色々あって、例えばその、 雪の塊があって、そいつを消すには隣でマッチを作ると、その3マッチを作ると、そうそう消えていくと。うん、でそれが、こう、雪の濃さによって3段階、4段階とかあって、だあの、何回か消さないと消えないとかで、その雪の塊を全部消せとか、うん、あとは何点取れとか、あとは何色の宝石を全部、あの、何個以上消せとか、うん、たまにはタイムアタックもあって、 この何秒間の間にこの求められて得点以上出せとか。はいはい。まあまあまあ、ステージによって全然、その、目標が違うんですよね。で、それ、まあまあよくあるじゃないですか、そこら辺も、別に。うん、でも面白いなと思ったから、その物語に合わせて、例えばその狼に襲われるシーンだと、うん、実際狼が出てくるステージになって、うん、その狼を倒せと、何匹以上倒せとなって、その狼がその、やっぱサンマッチを隣で組むと、狼も消せるみたいなんで、うん、あのー、なるんですよ。で、 狼がその、ええー、と、た、ターン、こう違う場所にボコッと出てきて、それによってこう、周りが崩れたりとかして、で、たまたまマッチ組めれば、マッチを組んで、その狼を倒せるんだけど、全然狼の隣にマッチがなかったら、どっか別のとこでやると、また狼はスポッと消えて、また違うところにボコッと現れるみたいなのがあって、要は飽きさせない上にランダムな要素がすごいいっぱい入ってるんで、うん なんていうかな毎回違うんですよ、結果っていうか。だから、全然、絶対無理やん、この面って思ったのが、なんかすごい連鎖がたまたま組めたらクリアできるとかがあって、あのー、そういう意味で、ね、ずっと飽きずにやってるのがあるんですね。で、えー、あとステージが <laughs> ベラ棒にあって、これ。うん、多分ね、500近いんやったら。<laughs> <お>300、で、今僕がね、214なんですけど、うん 話的には、エルザの宮殿で一回会って、そっから逃げ出して、えっと、トロールの群れ、あの、えっと、こに会いに行くじゃないですか、クリス、クリストフトラスと一緒に。うん。あそこをちょっと超えたぐらいなんですよね、百十四までってもこれからじゃないですか。そうですね。まあでも、半分以上は行ってっかなと、100面ぐらいあんのかなこれ。100面はありそうだな。 いい。もう、その数字聞くだけでは切るけど。<laughs> いや、それが、その話に応じて、敵キャラとかもやっぱ違ってて、うん、あのー、氷のあのマシュマロってあのエルドが出してきたあいつとか、うん、もう、やっぱその物語のそこら辺のステージでは出てきて、そいつはその3マッチを三回以上やらないと倒せないとかで、あ、違う。基本的には下に落っことすその、うん、一番下が、に、 は、はける穴があるステージがあって、うん、そこに行くとそいつ落とせるんですけど、その隣でマッチを作っちゃうと逆にどんどん凶暴な絵面らになってて、うん、3マッチ以上作っ、あ、三マッチじゃね三連続以上そいつに攻撃すると、周りに氷を撒き散らす、ながら消えていくとか、うん、なんかそういう、やっぱ敵キャラによっていろいろ違って、で、今200、え、トロールのとこを過ぎて200面あたりになると、あの、 えっと、松明みたいな、焚き火みたいなが、画面上に出てきて、うん、それも隣でマッチつくと火種がだんだんついていって、全部の焚き火に火をつけろみたいなものになってたりとかして、うんうん、その、一個一個挙動が違うんですよね、そのアイ、あの、アイテムじゃないな、その。まあ、三つ揃えるというルールは同じだけれども。うん、そいうことで、ね、だけです。もう、それが全然違って、あの、その、出てくるステージによっての構成とかが、 ででで基本的にはちょっと課金を前提としてるので、うん、課金要素はやっぱあるんですよ。で課金すると、その、さっき言った特殊能力とかが、ストックが増えるとか、うんまあ、あとは、あの、毎度おなじみコン、コンティニューの回数。基本的には時間で、えっと、ハートが6個ぐらいまで増えるんですよね。で、うん、6回リトライできるんですけど、それ使っちゃうと、またこうゲージでハートが回復するまでは、しばらくゲームできないよと。 あの、連続してやるんだったら課金してね、みたいな感じなんですよね。で、あとこ、こあの、ゲームオーバーになった時にちょっとだけ、あと5ターンだけ追加するとかも、あの、要、あの、課金っていうか、その、課金じゃないな、そういうアイテムがあって、まあ、それが普段のログインボーナスとかでももらえるんだけど、別に課金で、 やってもいいよみたいな感じで。なるほど。って言われて。だ先急いでる人は、多分課金に手を染めないと、これ多分無理やってなるんですよ。先急ぐとかないでしょそのゲームに。<laughs> でもね、そうそう、富リさんとか、なんか、課金しましたかって聞いたら、したよ、せんと無理やもんって言ってたんですけど、ほ,ほぼしてなくて、あの、最初のうちにちょ、ちょ、ちょっとほんと100円とかか、200円とかしたんですけど、基本今までしてなくて、要は、あの、い 何回もチャレンジしてたら、そのうちすっごい奇跡的な連鎖が起こって、バ、うん、コッとクリアできるっていうところがあるんですよ。なんで、ほんとあと一手でクリアできるのにっていう時だけそのアイテムを使うんですけど、うん、それ以外は、あもうまた挑戦しようって、ああ、で、6回ぐらいやったら、またちょっと、あの、しばらく違うゲームやったことつか、別に仕事しようつつか、あの、また、帰りの電車の頃にはもう体力全開になってるから、電車の中でロ6トライするか、みたいな、それぐらいのスタンスでやってるんで、 ずーっとね、あのー、やり続けてるんですよ。なんか、なんかそういうとこすごいよね、あなた。<laughs> な俺無理やもん、絶対、絶対、その、飽きさせない作りって言ってるけど、うん、同じやんとしか俺は思わへんからさ。うん、まあ、でもね、あとまあ、一個一個の挙動がやっぱ気持ちいいんですよね。基本クリスタルやんけど、氷が割れる感じとかが、すごい綺麗で、うん いやいや、それでも俺やってたら切るわ。<laughs> もう、うん、ああ、大体分かったってなるもんな。うん、そうだってクリアしたところで話してるしなって思って。いや、まあそうなんだけどね。すげえよな、そ,<う>それをやり続けるっていうの。いや、まああの、ずっとやっぱ、あの、常にやってるわけではなくて、やっぱ全然触らなかった時期もあったんですよ。あの、他のゲームに、を、うん、が燃えてた時っていうか、うん、あの、新しいゲームやり出してる時に熱があった時は全然やらなかったんですけど、で、またふとね、 あいだいた時にやり出したら、あ、これおもろいなってなって。で、あの、普通の、いわゆる、今の、あの、ソーシャルゲーっていうか、あの、よくやってるゲームとは違って、要イベント的なやつがないので、うん、あのじ、時間限定っていうの今だけ的なやつ あの、こ、こ、今イベントでだけしか手に入らない何かとかがないので、うん、要はいつやってもいいなっていう感じなんですよ。まあ、純粋な意味でのパズルゲームですよね。うん、そうですね。なんでね、そういう意味で、あの、ほんとなんか、なんか暇になったらちょっと触るかみたいなノリのやつで、チクチクやってるっていう感じなんですよ。へえ<ー>。うん。なんで、まあでも、基本ただなんで、触りだけでもやってみたらどうですかね。 いや、いいです。<laughs> なんでよ。もうそもそも僕ね、揃えるパズル苦手なんですよ。ああ、そうあれに面白さをね、感じないんですよね。ああ、そうなんですね。もうね、のあのー、ぶっちゃけな話。ああ僕たち若かりし頃、こう、テトリスとかぷよぷよめっちゃは流行ったじゃないですか。ありました。うん、僕あれ無理やり楽しんでましたからね。<laughs> そんなおもろい思ってなかったから。ああ,ああ、そうなんや。うん 僕もね、テトリスはね、ちょっと最終的に反射ゲームみたいになるじゃないですか、こう。あ<ー>あ<の>、くなるかと、ね、か、尋常じゃなくなって。あダメだったんですよね。うん、で、ぷよぷよのシステムも正直あんま好きじゃなくて、僕、あの手の中で一番好きだったコラムスなんですよ。もうコラムスもね、僕もやりましたけどね、あの、最初のうちはね、ああ、楽しいと思うんですけど、あの、サクサクサクと揃えていった時の快感とか結局、もう、頭を使ういや嫌やから、先の目に進めば、はあ、進むほど、 わからんってなるじゃないですか。いいってなって終わるっていう感じなんで、苦手なんですよね。そこにあの、楽しさ見出せないんですよ。まあ、うん、わかりますよ。あれも、基本ギリギリやって言った時の連鎖からの巻き返しとかちょっとやみつきになるその連鎖がね、もう、運やから、僕からしたら。いや、うん、もう、うん、うんなんですよ。うん、僕の。そうそれが嫌なんですよ。あなんでゲームでこんな辛い目に会わなくちゃいけないんだって思ってしまうんで。 もっとゲームなんだから楽させてもらってもいいじゃないかって思ってしまうんでね。あ、まあ、課金すれば楽になる。<laughs> <laughs> いや、逆にそうやね。あの、躊躇の課金するかもしれんね。僕こういうゲームやってもらうと。あそう、もったいないな金で買えるにだったらいいじゃないかって。逆に今僕はあれですね、ほん本当と少しずつ噛んでいたい状態なんで。だからそれがね、ある意味ね、純粋にゲーム楽しんでるってことじゃないですか。そういう、まあ、まあなんていうんですかまあ、知恵を使って、うん。面をこれやするという、うん、 まあすごくシンプルなゲームの目的にそって遊んでるわけでしょ。僕も汚い大人だったなと思いますもんね。<laughs> もうそういうの時間の無駄やと思ってしまうんですよね。なんか <laughs> えー、あでも基本その、決戦っていうお題は一緒でも、並び自体はランダムなんで、一周の並び自体は。うん、だから本当 めっちゃランス、で連鎖組める時もあれば。それもね、腹立つんですよ、ね、僕からしたら。毎回同じやったらクリアできるのにって思うわけ <laughs> いや、それって、ね、まあ、詰め将棋じゃないですか、要は。そうそうそう。逆に言うと、その、絶対、こうしたら解けるよっていうのが決まってて、それが解けるかいっていう状態じゃないですか。それだと僕多分やんないんですよね。ね<ー>あの、それって、要は作者側の、なんか意図を読まないといけない,い。そう,そうそう、あの、どっちかと,いうと真んで覚える方が、 あの,あの、達成感があるんす僕の。ダメだわ、それ。それは、あの、もう、もう、そうじゃない、全然ランダムの運芸の方がすごく好きです。<ー>要はその、何度もやることに別にリスクないんで、うん、時間の、時間を失ってんのと、あと、連続でやるには時間を置かなきゃいけないだけなで。<laughs> <laughs> 時間を失ってんの嫌やん、だっていや。でも結局、さっきも言ったように、やってる時って電車の中とか、<laughs> の程度なんですよ。その忙しい合間を縫って無理やりやってるようなゲームじゃないんですよ。あの、僕の場合、今こ、このゲームに関してはね。うん、さっきも言ったように、そのイベント限定とかない方、今撮らなきゃもう全然ないんで、まあほんと普通にあの、なんか、電車待ちとか、電車の中とかぐらいでやるかなぐらいの、本当に時間、暇つぶし待ち、待ち時間用みたいな感じなんで、多分やり、やり続けてるんでしょうけどね。 うん、いやまあ、それぐらいでやんないと逆にしんどいかもよ。あと、ちょっとやってないんでわかんないですけど、ディズニーってこの手のゲームを、あれですかね、タイトルごとに出してるんですかね。そうじゃないですかエンジン同じでしょうから。なんか、ちょっとこれやり出してちょっとした頃に、あのー、マネフィセントはい、はい、のフリーフォールってはい、はい、あの、なんか宣伝みたいなのが入ってきて。同じでしょう。 同じなんか、これは、<laughs> と思って。さしたら、さすがにそれはやらんな、とか思ったんですけどね。まあ、<や>基本、無料ですから、うん、あの、好きなテイストのやつ選んでね、ぐらいの感覚じゃないですか。そういうことかな。だとしたら、一個やってる人に、やら、あ、そうか、もう終わっちゃった人はあれか、次のスルメを求めて、 こ,こっちはこっちかメば、みたいな話。そうそう、あの、同じルールで違う面があるんやったら永久にやるよ、みたいな。ああ、ああ、わかる。そうか、そうやね。そうかもしれ <laughs>、うん。まあ、うん、ちょっとした達成感もあるんでね、なんかね、やみつきですね、今。や<ー>みつきっていうほど、その、すっげえ、やりたいんじゃなくてね、ほんとさっき言ったように、ずーっと、ずー,っとずーっと、ああ、なんか、ちょっと、 暇やなと思ったら、ちょっとずっと噛んでるみたいな感じです。<laughs> で、まあ、なんで今までずっとやってたんですけど、あの、全然取り上げる気がなかったんですけど、俺これすげえやってんなと思って、ふと、ふとこのだ <laughs> 一回離れても戻ってきたんですよね。それにちょっとビッチブでもびっくりしてて、あのなんだろ、これ本当そんな好きなん俺これみたいな感じなんで、ちょっと今回ネタに。 かななそのね、そのゲームの仕組みとしては消せないようにしているという、あなたの分析はわかるんですけど、それのもっと根本的にね、なんでそんなするんですか <laughs> だって、その、ちょっとした時間になるなら、例えば漫画読むとか、あ<ー>他にもいろいろあるじゃないですか。かなんでこれがナンバーワンになるんですかそのチョイスの。やっぱね、連鎖好きなんですよ、僕。何連鎖の何が好きなんですかあ連鎖感はすごい好きで、しかも、 まあ、あ、ある種、ちょっと予測してない時の連鎖感もすごく、あの、やびつきになるというか癖になるんですよ、ね。思いもよらない時に全部消えたみたいな。あそ,うそうそうそう、そういうの大好きなんです。で、あと1個その、えっと、3マッチなんですけど、5個以上一気に消すと、あの、なんていうかな、オールマイティみたいな弾が出来上がって、うん えっとね、あ、そう、四つを消す、四つを消すと、その一列全部消せるような状態のコマができるんですよね。うん、でそいつを三、三マッチ以上に巻き込んで消すと、その、横か縦か方向を作った時に方向が決まるんですけど、その方向の列全部消すっていうやつと、はいはい、あと五個を消す、五個同時に消すと、その、オールマイティっていう、あの、三マッチじゃなくて、もういい、隣にある色と入れ替えると、 その色を画面上のその色が全部消えるっていうコマが出来上がるんですよ。うんうん、で、そのさっき言った一列全部消すっていうやつと、その同じ色全部消すっていう4マッチと5マッチでできたコマ同士が隣り合った時に、それ、それ同士でこう交換すると、えっと、その、 えー、例えば緑の縦一列全部消すっていうやつと、そのオールマイティのコマが隣にあってて、それ同士でこう交換すると、画面上緑の全部のやつが、その縦横一列どっちかが消せるやつに全部変換されるっていう、うん、もう画面上大フィーバー状態になるのがあんですよ。<ー>それがね、ものすごい癖になって、<ー>しかもそれがその氷がパリ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 割れていく表現なんで、もう見ててものすごい気持ちいいんですよね。 カシャン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 みたいになっててその感じがね、あの、かなりね、病みつき。それで難しくて、今まで全然、もう、20トラムも30トラムしてた面をクリアした時とかに、ウフフフみたいな感じなんですよね。もう、えー、それを求めてやってるって感じかな、本当なるほど。はい。そんな、あなたを、雪の女王の、えー、フリーフォール。はい。 今更ですけど。ま、やってる人たくさんいるでしょうからね。ええー。まあ、あとね、良かったなと思ったのは、その、えっと、11月3日もぐらいかな、あの、ディズニーランド行ったんですよね。うん、あの、家族で。で、その時に、あの、あれ、ポップコーン売り場にめっちゃ並ぶんですよ。うん、あの、ディズニーランド。で、あの、ちょっとポップコーンをね、買ってくるわって、行った先でめっちゃ、2、30分待った時に、あの、一人で行ったんで、その、ポップコーン買いにはね。うん。あの、 みんなはあの、みんなというか家族はその、あれ、何、ね、あの、パレード待ちをしてる拠点にいる時に、えじゃあちょっと待ってられない、買ってくるわってパッて言ったら、いもうめっちゃ並んでるわと思った時に、まあじゃあこの、こういう待ってる時はなんかゲームするわって、その、要は家族といたらできひんけど、一人しかいないから、しかも待ち時間やから、ゲームするかってやるときに、あの、普段の、普段やってるソシャゲとかは、なんでディズニーランドまで来てそんなやってんのっていう雰囲気になるじゃないですか。よし。 あ <laughs> まあ、はいはいって言ったけど、よくよく考えたら知らんしって感じやけど。<laughs> そ,うそうやねんけど、のその、フリーフォールやったら、やってて全然違和感ないじゃないですか。<laughs> まあ、ディズニーランドラ。ディズニーランドでディズニーのゲームしてる言って。<laughs> そ,うそうそう。あ、これやってやれるわ。いその情緒。<laughs> で、やってました。はい、中毒ですね。<laughs> 単純に。 まあそうですね。基本的にまあ人がタバコ吸ってる時間にあなたゲームやってるわけでしょ。まあまあそうですな。そんな感じですな。なるほど。うん。はい。そんな感じですよ。はい。わかりました。うん。そんな感じで、今回は。<laughs> はい。なんかようわからへんですけど、割っていきましょうかね、えー。そうです。やってくださいよ。いややらないな。あいいですけど僕はこの手のゲームは本当に暇にならないとやらないと思いますね。まあね、今時間がないでおなじみの。 そのやっぱ、ちょっとした時うん。今何やってるかなちょっとした時何してる例えば、ね。大喜りやってますね。え大喜り。<お>大喜りのアプリがあるんですよ。<laughs> あ、そうなんや。はい。ん<う>。で、それで、あの、ちょっとした時間に開いては、出てるお題に対して答え考えてる。それどっかで、えそれなんか、どっかで言ったりするわけえ、打ち込んだりするわけですあの、アプリがあるんですよ。で、答え登録したら、あ あの、他のユーザーによって評価されるっていう。ああ、なるほど。あそれもなんかあれですね。あのー、インタラクティブなんですね。面白いですね。はい、<れ>ちょっとした時には最近はそれをやってますね。ああ、なるほど。それがまあ、いつまでやるかですよね。んいつまでそれを、大喜利をじゃあやり続けてる結構やり続けてますよ。おすごい。はい、そうなんそうか、そうか,そうか。 もうそれはね、相手があるから分かりますよね。その、要は対人なわけでしょ要は。ま対人というか、まあ、いかにとんち抜きだ答えを自分の中で考えれるかっていうゲームですよね。うん、まあでも、その、それは、要は、その、ユーザーというか、その、同じように評価してる人に向けてなわけですよね。最終的には。まあでも、言っても、そんなユーザーおらへん、マイナーラボリやってますから。あそうなんか。はい。<laughs> まあでもそこはまあわかる。あんま有名なやつをやるとね、うん、逆にユーザーが多すぎて、<ー>もうすぐ答えが流れてってしまうんすよ。ああ、ははは。ああ、なるほどね。まあ、ちょうどいいぐらいなんですね、今じゃ。そうですね。ああ。じゃああんま紹介とかもしない方がいいですね。え紹介とかもしない,い,い。ああ、もうこれは完全にあのー、紹介とか関係なく、僕のひかな趣味なんで。うん、<laughs> なるほど。はい。<laughs> はい、了解です。 じゃあ、そんな感じでね。え、はい、皆さんもちょっとした時には、あの、うん、ガラス割ってもらったら。い大喜りではなく。<laughs> <laughs> カシャンカシャンガラス割ってね、あ気持ちええわと思ってもらったらいいんじゃないですかね。そう,そうですね。今さら、今さらの向き合ってもらえればいいかなと。思います。ボンバーマンとか好きやったボンバーマンはね、なんかね、爆弾ボンボンボンっと置いてさ、<の>連鎖していくじゃないですか。 大惨事になるじゃないですか、すあれも。あれ死ぬときってもう自爆じゃないですか。あとまあ殺されても腹立つんですけど。うん、要はあのよくね爆弾、袋工事なのに爆弾置いてはまるっていうのをよくやって、はいはい、すごくそこでストレス溜まるんですあれは自分が死ぬからダメなのね。そう。なんかあれも爆弾の力を増やしていって、うん、爆弾の数も増えていったら、最後ものすごい大惨事になって敵殺せるじゃないですか。そ,すそれはあんまり好きじゃないですね。<laughs> うーん はい。はい。終わろう。はい。はい。お送りしたのは、沢田信也と中野がでした。それでは皆さんまた次回、さようなら。さようなら。